小学校の時から歌番組はよく見てましたね。アイドル憧れてました。中学高校ぐらいの時は合唱とかフォークソングなんかをギター弾きながら歌ったりって活動を結構してたんですね。私たちはもう夜遅くまで2人のハーモニーをねとてもよくこう考えながら、ハモリを作って耳をこう田んぼのようにしてねお互いの声をこう聞き合って練習を一生懸命してるんです。次男はね一生懸命前向きにやってることがかっこいいねって応援してもらってます。よりいいものをよりよく出していくために2人の意見を言い合いながらすり合わせてちゃんといいところに落としどころを作って着地してそれを皆さんに出すっていうそういうことを私たちはいつも考えてます。はい。